はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今回はグラブの片付けの動画になります。前回ご紹介したこちら Z さんの即戦力ソフトステアシリーズ、お買い上げでございます。ありがとうございます。まあ、そんなにこれは時間かからないと思いますけど、そちらの模様をアップしていきたいと思います。どうぞ。はい、それではスタートしていきますね。最近ね、昨今各メーカーからトレンドとして、まあ、流行りではありますが、イージーブレイクインのシリーズですね。片付け慣らしが早くできるやつ、MQ で、柔らかいっていうのがね、流行りになってますけど、こちらもそんな感じでございますね。はい。スペックについては昨日ご紹介しておりますが、早速じゃあ、そうだ、イージーブレイクインだから取ってみようか。MQ ね。取れるよ。取れるね。まあでもお客さんが揉んでくれ、片付けてくれっていう話ですから、やっていきます。ポイントは、親指小指で縦閉じにしたい。まあこのグラブに合った閉じ方ですね。それから指間はちょっと広げてほしいということで、指間はちょっと広げますか？それから叩きに入りますか？広げられるのはこの紐の長さの分でございますね。はい。ちょっとじゃあやっていきます。ギリギリまで広げる。まあでもこれ本当に柔らかくて最初から使いやすそうですね。これ最初にね、こぶしといた方が後でやりづらいからね。こぶの先っちょが短いと。これで、レースもね、これ、かなり柔らかめのものが入ってます。レースは厚みとか硬さとかね、結構あるので、こんなになっちゃった、長くなっちゃったじゃないか。短くしようと思ったのに。ちょっと短く出して、よいしょよいしょ。こっち引っ張りゃいいんだ。で、こっち引っ張ると。はいっと。で、この分広げられますんで、指間をまず、よいしょ。どれくらいずつ広げる？もうこれぐらいずつしか広げられないんだけど、これこうでしょ？もうちょっとか。で、ガセットは入ってないからそんなにここの指を広げる必要はないんだけど、人差し指、中指ね。でもこれでちょっとバランス取ろうか。はい、いっぱい広げてみました。で、よく聞かれるのは、指間のレース、フィンガーチップを広げるとどうなるんですかっていうと、こう、間口が広くなって、ポケットが浅めになります。そういった特徴があります。で、締めると深めに、ある程度ポケットの形状、まあ、もちろんここが大事なんですけど、ポケットの形状をコントロールできると。フィンガーチップ結構大事ですね。この調整の仕方の動画も前に出してますけど、ちょっとよくなじませて、ここどうだ、
はい、じゃあ揉んでいきますね。どうだ、うん、フォルムだけきれいに出していこうかな。
はい、OK でございます。はい、どうでしたか。フォルムも出ておりますが、まあいつも通りですね。どこ行った。はい、揉む、ニール、叩く、ウェイル、取る、ブレイ、キャッチ。あんまり同じことやってて心苦しいんですけど。はい、ということで今日はソフトステアシリーズですね。これイージーブレイクインのシリーズだから早いんですよ。これ、高級ながっちりしたごついレザーのものであれば、まあ、簡単に言うと値段が上がると時間がかかるわけですね。それでは皆さん、さようなら。